そうやって始まるんですか今日はそうやって始まるんですか。どうもやめてくださいお願いします。ですですえっ、ー、と今日ははい恵比寿にあるゴルフプラスさんにちょっとお邪魔してます、はい、いやめっちゃ綺麗。もうね、個人もありがたいことに個室貸していただいて撮影してます。めっちゃいいし。で、今日ね、はい、ちょっとどうしてもやりたいことがあってここに家を連れてきたのよ。はい。今なんか対戦しようっていう YouTuber が結構ね増えてきてるんですよ。で、はい。最近あのね対戦者も、まあ、当初僕らが YouTube の番組をやるにあたってやりたかったのことの一つとして、はい、初回で出てもらって対戦して倒そうぜみたいな企画考えてるじゃない、はい、でそれでまあ初回役やってくれますよっていう YouTuber の方が、はい、じゃ ありがたいことにまあ何名かお、まあ、現れて来てくれてるんですよ。初回候補がそう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 、はい、で、まあ、ある YouTuber の方と対決するのは、はい、イエロー俺組はあ、タイはいショッカーほにゃららほにゃららさんがたちがいるといるのでおちょっと一個イエローのワトソンもあるよね。はいえあれを武器にいっちゃダメ。だからベストボール方式で多分戦うことになるのお互いのね。なるほど。そしたらティーショット俺がミスった場合に、はい、ワトソンをやられちゃうと170ヤードじゃきついって。あれですか、安定のこのフェアウェイをほら、まあ、それする安定してないからこれね、かなりね、リスキーなんだよね、あのワトソン法って。なるほど、なるほど。それをどうしても俺は直したくて、はいはい、ちょっとここに連れてきました。あなるほどなるほど、はい、なるほど。で、あの100切りのシルクロードもあるから、はい、まあそれにも絶対に役立つと思う。あのやっぱり距離出るとゴルフ簡単になるから。ダメさんだね。確かに それがあるのでちょっと今日は、まあ、ドローじゃなくていい、はい、まっすぐか軽いフェード軽いフェード、うん、あーちょっとシミュレーションなんであのイエローなドスライスっていうのを表現してくれるかっていうのがちょっと不安なんだけどちょっとドローかけられるぐらいまでちょっと行ってみたいな。あ補正プログラムそうそうそういや違う、ちょっとやりたい。1000人超えると、うん、なんですか、もう紹介も現れて、うん、そうなんですよ。まあ、もう企画が今こう平行的にこう進んでるわけじゃないですか。そうそうそう変わりましたね僕らはまあちょっととうとうここまで来たみたいな。まあやりたいことができるようになったっていうのが一番。いやまあ確かに、喜び確かに、うん、コンセプト1個クリアですよね。紹介役を倒すでしょ。あと何でしたっけ、企業案件企業は、まあ、それねきっとそのうち来てくれる。そのうち来るか。そのうち、まあ、回っていくっていうか、まあ、いい方向に。いい方向に。そう頑張れば進んでいくってことね。まあゴルフの輪も広がっていくと。うんうんうん、いいこと尽くし。じゃあどうやって、はい、そのワトソン法を直そうかって。ああ。で俺がずっとゴルフの練習してきたのって、はい、教えてもらったことなくて、YouTube だけ見てきたの。でまあいろいろスライスで悩んだ時もあったし。シャンクで悩んだ時もあったし、いろんな悩みがあったのも全部 YouTube 先生が助けてくれたわけですよ。なるほど。そう、YouTube にいろんな先生がいるから、うん、いますね。ね、で、家でゴルフスライスで検索して YouTube に出てきた10個以内の中でいいのを選んで、うん、それを今日や実践してみよう。なるほど。それで治んなかったらもう先生たちのクソだったそっちのクソです。治んねえじゃねえよそっちのクソです。 YouTuber が YouTuber の企画を実践してみて効果があるのかと。そうそう、もっとね再現しやすい教え方しろよと。うんどんなこと言われてもできねえじゃねえかっていうね。なるほど。今日そういう企画で、そういう企画で今日やってくる。なるほど。一気に回す可能性があるね。まあ、まあ構いませんよということで、はい、それやっていきましょう。なるほど。スライスが出る原因と直し方、スライスの直し方、それを説明したいと思います。
で意外と、うん、で本来かかと洗浄これプラ、まあ、ここでバッテリーですけど、かかってそこでしっかりなってるかもしれない、うん、多少も通り越して最悪の左に入れてスライスするタイプ、あの、うん、真っすぐ打ったらそうか、ああそうか、トップの位置から左肩が持ち上がらないようにするっていうのが大事です。それ1個目のポイントね、持ち上がらない、うん、ではでは、1個目の動画でのポイント2点、はい、インパクトで左肩上がらない、ボールの位置を若干右側に置く、まあ、ボールの位置は、まあ、ちゃんとかかと線上より、まあ、若干右側、うん、まあ保てだよね、まあ、それで1回ちょっと振ってみようか、いきます、うん、でさっきの、うん、左肩上げ、左肩上げないをちょっと意識して3球ぐらい飛べよ俺の球、めっちゃ天ぷら、まあ天ぷらなんでちょっとミスショットだから、どうぞ、まあ、これも天ぷらだね、スライスって言われてるからね。まあスライスだね。ということで3球ってさっきの動画見てダメだから。もうダメ。いやダメじゃない。あいつがダメなんだ。あいつダメなんで次の動画行きましょう。次の動画行きましょう。次の動画行きましょう。5分で治る。スライスは止まります。最後。いうようなこういう突き上げのことじゃなくて、しっかりとコンポンからスライスを直していく。でこういった形を展開していきたい。根本的にスライスを、まあ、直すのすごいですね。いや、もし根本って言ったら。根本。カビキラーみたいなもんですね。根本から。もうすごい。そのための一つのポイントがこれから紹介すると思います。うん。そうですね。先ほどお伝えした。遅れて聞こえるよ、違います、スライスって言われてるからね。